首位に3打差の5位から出た高橋彩香、23投手目、がこの日のミストスコア67をマークし、首位に1打差の通算9アンダー、2位に浮上。黄金世代10人目となるツアー初優勝へ後期を迎えた。今季7勝目を目指す東京五輪銀メダルの稲美萌音、20に続き電気、が69で回り、 通算10アンダーで首位を死守。最終日は同じ奥島誠小コ地、41、に支持する二人が最終組で優勝を争うことになった。東京五輪で銀メダルを獲得した時の2位並みの背中がすぐそこにある。首位とは1打差。逆転部位へ絶好の位置だが、高橋の表情は厳しいまま。 過去の反省から揺れる心を懸命に抑え込もうとしている。もう全然自分には期待してないです。何回も失敗して特に何も思わなくなりましたと自虐的に笑った。22日は地震8度目の最終日最終組。しかも同じ最終組には稲見の他に吉田もいる。稲見には4月の山派。 レディースカツラギで逆転を許し、吉田には3週前の楽天スーパー、レディースでプロ初優勝を許した。嫌でも蘇ってくる過去の痛い記憶。しかし、高橋も万全と V1 を繰り返してきたわけではない。直近にどの最終日最終組ではいずれも70とアンダーパーでラウンド。 心も体もコントロールできるようにはなっているんでと悲願の処分へ前進を続けてきた。ピンにつけ合いになるのかな。倒せたら嬉しいという打倒否見へ最大の武器となるのは、その稲見の最大の長所でもあるショットの精度。 東京五輪で世界屈指のショットメーカーであることを証明した稲見の今季のパー音率は74.5201%で国内ツアーに。この部門でただ一人、稲見の上を行くのが75.0381%の高橋だ。今大会でも36ホール中30度パー音を果たした稲見に対して高橋は31度。 この日の8番では残り1 0 0番ヤードの第2打を PW で10センチにつけ、OK バーディーを奪っている。優勝するためには優勝争いをしないと。優勝できるまで何度もトライしていきたい。かつてイップスも経験した課題のパットも5番で4メートルのパーパットを沈めるなど安定。勝機は十分にある。高橋彩高橋。 さやか、1998年、閉店7月24日生まれ、新潟県出身の23歳。10歳でゴルフを始める。新潟、開始国際校3年だった16年日本女子アマチュア選手権で初の日本タイトルを獲得し、ナショナルチーム入り。18年7月にプロテスト合格。2度目の挑戦だった。 翌19年に賞金ランク19位で初の賞金シード獲得。日本ウェルネススポーツ大在学中。1メートル62、55キロ。血液型 A。